グレートマジンガーはマジンガー Z の続編で、永井豪とダイナミックプロ原作の漫画。テレビアニメは1974年9月8日から翌年9月28日に全56話がフジテレビで放送された東映動画制作のロボットアニメである。当初アニメのスタート前、頭部のデザインがマジンガー Z のファンクラブのバッジに描かれるなど、メディアミックスで広告戦略され放送が開始。グレートマジンガーはマジンガー Z の最終回から登場し、兜浩二の弟兜四郎やボス、無茶、抜けなど一部のキャラクターはマジンガー Z より引き続き登場。前作の最終回では兜浩二らがアメリカへ留学したため、弟の四郎は寂しさからボスらと共に行動し、父でありサイボーグであることを秘密にしている兜建造との親子のシーンもたびたび描かれている。マジンガー Z の放送中、新しくビッグマジンガー Z の登場や自作案のゴッドマジンガーなどが企画されたが、ボスボロットなどの強化策を盛り込んだことで中盤から視聴率が再び伸び始め、白紙となっている。物語は兜十三博士、兜浩二の祖父によりサイボーグとして実験中の重傷からよみがえった兜建造博士、兜浩二の父がグレートマジンガーを制作、孤児の剣哲也と炎純を引き取りパイロットとして育成しながら来たるミケーネ帝国との戦いに備えていたことから始まる。主人公である剣哲也とパートナーシップである炎純が操縦するビューナスエースや、前作から登場のボスボロットと共にミケーネ帝国の支配者である闇の帝王を率いる暗黒大将軍や七大将軍が送り込む戦闘銃と戦いを繰り広げる。第9話ではミケーネ諜報軍所属の女性型戦闘銃クレオが登場。美少女の姿に変身してオカリナを吹きながらオープンカーで全国を気ままに旅していたが、シローやボスたちと出会い仲良くなる。だがゴーゴン大公に戦闘銃へと変身させられるとグレートマジンガーと戦闘、無情に体内の自爆装置を作動させられ爆死。泣き殻はグレートマジンガーにより海中へと静かに沈められ、悲しい結末の回となっている。終盤は科学要塞研究所のピンチに弓教授の要請を受け、兜浩二と弓さやかが日本へそれぞれ帰国、再びマジンガー Z やダイアナンエースに登場しミケーネとの最終決戦に挑む。一時は剣哲也が兜浩二と激しく対立するが、兜建造博士の死を賭した行動で考えを改め仲間への信頼を取り戻すと、グレートマジンガー、マジンガー Z、ビューナスエース、ダイアナンエースらと共に重傷を負いながらミケーネ帝国との最終決戦に挑む。所長、所長、科学要塞研究所浮上させてください。一か八かグレートマジンガーとドッキングします。
山口県出身。幼少期は5人兄弟の末っ子として育つ。その後、商業高校に入学。卒業後は自身の人見知りを直そうと思い、いろいろな人材募集広告を見て芸能界に興味を持つ。両親を安心させるため、とりあえず繊維会社に就職し、同時に劇団にも入団。22歳。NHK で1966年に放送された人形劇のサンダーバードや自作のキャプテンスカーレット、上級獣などで一部の声を務める。さらに海外ドラマのスパイ大作戦や謎の円盤 UFO をはじめ、許されざる者や俺たちに明日はないなど多くの洋画で吹き替えを担当。24歳。第一作のモノクロアニメサイボーグ009で008キュンマの声を担当。またナレーターも兼任しアニメ声優デビューを果たす。以降もモノクロアニメのあかねちゃんで福田先生役の声や、1968年版のアニメ怪物くん、さらにゲゲゲの鬼太郎第一作に出演するなど声優としての活動が増えていく。26歳。声優事務所青鬼プロダクションに設立当初から参加すると、第一作アニメの猛烈あたろうでケムンパスの声を担当。続けてアニメ「タイガーマスク」ではアナウンサー役でレギュラーを務め、石ノ森章太郎の漫画「0091」を原作としたドラマ「フラワーアクション00091」でナレーターを担当。31歳。アニメ「グレートマジンガー」では主人公の剣哲也を演じ、また第44話の次回予告より剣哲也が話すスタイルに変更され、次回「グレートマジンガー」で「君と会おう」が決め台詞となっている。続けて翌年にはアニメ一休さんの蜷川新右衛門に抜擢されると一躍人気となり、一休さん一大事でござるーと駆け込む場面のセリフはお約束となっている。その後も1980年代までは主に東映動画制作のアニメーション作品に出演。以降は世界丸見えテレビ特捜部などのバラエティーから情報プレゼンター特ダネなどのニュース番組、その他CM や情報番組など様々なジャンルのナレーションで活躍。2014年10月、71歳の時、ジャパンアニメーション発祥の地と呼ばれる練馬区で練馬アニメカーニバル2014が開催。そのサイボーグ009誕生50年祭に当時の009の声優森勝次らとトークコーナーに参加。76歳。青鬼プロダクションの創立50周年を記念した朗読劇シンフォニックドラマ火の鳥黎明編に青鬼プロ声優陣が参加。山野辺雅人役を野島健二と担当し、連動してラジオドラマも放送されるなど、現在もナレーション声優として活躍中である。シロちゃんも一人で生きていく決心をしなくちゃダメよ。いつまでも徹也や私にくっついていちゃ強い人間にはなれないわよ。東京出身。清泉女子大学卒業後、芝居が好きだったことから東京アナウンスアカデミーに入学し、声優業を目指す。卒業後は24歳頃から声優として活動を始め、アニメ「グレートマジンガー」にヒロインの炎純役に抜擢されレギュラー出演。この作品で本格的に声優デビューを果たす。同時にアニメ「ゲッターロボ」第21話にゲストキャラクターのメリーキング役として出演。ちなみに兄のジャック・キングには、当時第一次声優ブーム声優御三家の一人井上真紀夫が担当していた。26歳。アニメ「キャンディーキャンディー」ではラガン家の長女イライザ・ラガン役で主人公のキャンディーをいじめる個性の強い役を担当。ちなみにイライザをモデルとしたいじめっ子キャラが多数生み出されるほど当時の知名度は高かったという。28歳。アニメ「宇宙海賊キャプテンハーロック」ではヒステリアス役やアレルギアス役を担当し、地球制服を目論む敵の女性を複数演じるなど一作品での掛け持ち役も多い。またこの頃のインタビューでは、これからは3枚目の役や長編ものにチャレンジしてみたいと答えている。以降は赤毛のアンや
花の子ルンルンをはじめ、魔法少女ララベルなどの少女アニメに多く出演。31歳、アニメ機動戦士ガンダムシリーズではクラウレハモン役を2000年放送の機動戦士ガンダム特別版に50歳まで務めると、2013年発売のゲームスーパーロボット対戦オペレーションエクステンドにも同役で出演。ゲーム声優業でも活躍する。63歳、バラエティ番組ピカルの定理ではアマちゃんのパロディーコントにて渡辺直美演じるナオちゃんのナレーターとして出演。現在は声優事務所青にプロダクションからフリーとなり、ナレーターやラジオなど声優業をメインに活動されている。貴様の体の中には自爆装置が仕掛けてあるのだ。死んだらグレートマジンガーへ抱きつき、奴も一緒に吹っ飛ばしてしまうのだ。東京出身。高校卒業後は早稲田大学の商学部に入学する。大学卒業後は東京都庁に勤務するが、在学中から芝居が好きだったこともあり、23歳の時劇団レンガ座に加入。2年ほど同劇団に滞在した後、25歳で芸能事務所テアトルエコーに移籍すると、演出家日野徹作の初舞台殺人の技術のボーイ役で初舞台を踏む。30代から声優業に挑み、第一作の鉄腕アトムや流星仮面などアニメ声優として活動を始め、36歳の時アニメ黄金バットの大和根博士を担当、レギュラー出演を果たす。38歳、アニメサザエさんでは初代の波野ノリスケ役に抜擢され、67歳まで約30年間にわたりレギュラーを務めた。また人形劇のサンダーバードや海外ドラマなどの吹き替え、ドラマのナレーションなど様々なジャンルで活動。特撮では宇宙大怪獣ドゴラや高速エスパーで予告ナレーションを務めると、ウルトラセブンのミミィ星人や仮面ライダーのシードラゴンなど怪人の声を担当。41歳の時には超人バロム1で主人公のヒーローバロム1の声を務めた。44歳、アニメグレートマジンガーでは敵役の七大将軍超人将軍ユリシーザーの声を第16話まで担当。以降も勇者ライディーンや激走ルーベンカイザーなどのアニメナレーション、さらにイナズマンやファイヤーマンなど特撮ドラマのほか、ドラマ不毛地帯など数多くの作品でナレーションを担当。以降もアニメや特撮洋画吹き替えなど声優として長年活躍していたが、67歳の時突然声が出なくなり、リハビリ後も元の声が出せなくなったことで声優業を引退。初登場から長年にわたり担当していたサザエさんの波野ノリスケ役は2代目に荒川太郎が、3代目に松本康則が受け継いだ。降板以降はテアトルエコーの劇団員から放送映画部門に移り、演技の基礎を中心に授業を行うなど後進の育成や指導を務める。その際、演技の基礎よりもアテレコを重視する生徒たちに対して、当てる技術は今後現場に出れば嫌というほど学べるし上達する、今必要なのは演技力表現力を高める努力をすることだ、声優は役者なんだよと説いている。構成育成などの傍ら舞台俳優としても活動していたが、2007年5月23日76歳でその生涯に幕を下ろした。東京都出身。日本大学の芸術学部を中退、当初は劇団泉座に所属し役者を目指す。声優としては中年から老人の役が多く、渋い低音の声で悪役や悪の強い役柄が多い。当初は
加藤治名で役者として活動開始。24歳で日本で初の刑事ドラマとされるダイヤル110番に端役で出演。その後ドラマ第七の男やサインは V をはじめ特別機動捜査隊などにゲスト出演。30歳からアニメ海賊王子のオクトパス役でアニメ声優デビュー。アニメ声優としての活動も始めると、以降はマッハ555やモノクロ版怪物くん、サザエさんなどに出演。特撮ドラマでは29歳で忍者部隊月光に黒い忍者役、32歳戦えマイティジャックの第8話ではハリー野口役でゲスト出演。さらにロボット刑事や頑張れロボコンのほか、アクマイザー3や超人ビビューンなどで怪人や妖怪などの声を担当。34歳の時アニメ明日のジョーでは矢吹ジョーのライバルの一人ウルフ金串役の声に抜擢されレギュラー出演。以降もハクション大魔王や天才バカボンなど多くの作品で脇役を担当。日本テレビ版ドラえもんではスネ夫の父を担当している。37歳からは海外ドラマ奥様は魔女や映画キャノンボールなど映画やドラマの吹き替えをはじめ刑事コロンボシリーズでは多くの役を演じた。その他アニメマジンガー Z やシリーズ自作のグレートマジンガーではゴーゴン大公の声を担当。また兜十三博士役や抜け役研究所所員役など複数のキャラも演じた。その他キャンディーキャンディーのレナード先生役や大空魔竜ガイキングの山形家役などの声も担当。52歳アニメおいしんぼではトミー副部長の声を約5年務めるなど裏声を使ったコミカルなキャラクターも演じている。さらに芸名を加藤治に改名し57歳で機動戦士ビクトリーガンダムのロベルト・ゴメス役を担当。また NHK 大河ドラマに俳優として数多く出演。49歳で春の鳩の出演を皮切りに命や独眼竜政宗のほか武田信玄や春日の局など大河ドラマに11作品に出演。その他ドラマ教師ビンビン物語や君の瞳を逮捕するなど当時のゲックドラマにも出演。67歳でこちら葛飾区亀有公園前派出所の両津為吉役を2年担当し、75歳の時松嶋菜々子主演のドラマ家政婦の三田の最終回では牧師役を演じた。また専門学校などで後進の指導を務めていたが課外での生徒との交流は情が移るからと食事や茶の席などでも生徒と一緒になることはほとんどなかったという。育成の傍ら71歳から日本俳優連合日配連の幹事を務めるなど活動していたが2017年12月18日81歳で永眠。訃報は声優の千々和龍作が日本俳優連合の会報で知り自身のブログで公表した。科学要塞研究所もあんな奴を送ってくるしか手がないと見えるな。ミケーネス、ロケット砲の発射を中止しろ。満州生まれの東京都出身、6歳で声優として活動を始めており、当時は10歳ぐらいの男の子の吹き替えが多かった。高校時代は卓球部に入り東京都高校卓球選手権の大会で優勝するほどの腕前であった。幼少期より声優業を始めていたことで自分の人生だけではなくいろいろな人生を生きることができるという思いから声優を目指し、19歳の時 TBS 放送劇団かつての TBS 劇団に入団。20歳の時海外ドラマローハイドで初めて女性役の吹き替えを担当。24歳で素敵なケティのケティ役の声を演じ初レギュラーを務める。25歳、アニメ鉄人28号第1作にエスコ役の声でアニメ声優デビューを果たすと、アニメお化けの九太郎第1作と第2作でママ役を担当。翌年にはおそ松くん第1作で松の一松役と松のとど松役を担当。さらにジャングル大帝すすめレオではヒロインのライア役に抜擢されている。
27歳、海外ドラマ奥様は魔女ではサマンサ役で主人公の魔女役を獲得、約2年半勤め上げ、当時の記事で願い事が何でも叶えられて嬉しいわ、私も魔女になりたいと答え、可愛い魔女にぴったりの声の持ち主ですと紹介されている。また仲間と劇団バラザを結成、当時は推理小説を読むのが好きで料理を習っていた。以降も数多くの海外ドラマや映画の吹き替えを務め、31歳の時アニメアタックナンバーワンでは三条みちる役を務め、この頃は青鬼プロダクションに所属している。同年アニメ昆虫物語みなしごハッチでは主人公ハッチのまま女王蜂の声を2シーズンにわたり4年間担当。以降もアニメキューティーハニーのブラッククロウ役、同時にアニメマジンガー Z でアシュラ男爵の女性側を約2年間務め、シリーズ自作のアニメグレートマジンガーではヤヌス公爵とスパイ X を演じた。41歳、バオバブシンガーズとして一時期活動、モスクワオリンピックの応援歌としてシングル目指せモスクワをリリース。メンバーには富田康生をはじめ富山慶、神谷明、三谷裕二、水島優、野沢雅子など、当時のプロダクションバオバブ所属のそうそうたる声優陣で結成されている。その後も宇宙戦艦ヤマトのビーメラ星女王役やガラスの仮面のナレーターのほか、 CM や吹き替えなど幅広いジャンルで活躍。また58歳からゲームのスーパーロボット対戦シリーズでアシュラ男爵役を11作品担当、81歳まで務める。現在は再び青鬼プロダクションに戻り、まだまだ声優業として活動中である。